さあ、うちの道具を見ていってください。どうぞご覧ください。さあどうぞ。助かった。ここで良い知らせをお待ちしてますね。お手伝いできることは？まさか素手でか。酒井。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれど地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。いや、一冊つめ、やはり打ち手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。猛虎を倒すことが先決です。あやつの望みは権力と領地だけではない。武士の誇りまで傷つけておる。巴の処罰は先生の務め、私の使命ではありません。お主まで死ねばわしの技はついえてしまう。
先生の技は私が守ります。巴はどこを狙う？村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました？猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで樽で痛手を与えられるやも。蜂の巣か。足止めになるな。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。やつらです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。街道から来るぞ。任せよ。
しよったな。あれが巴？あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾広則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。広則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。広則の罪も償えず、巴の心も変えられず、しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。兼田の木に来てくだされ。ああ、無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。実に穏やかだ。かような地があるとは。
おや、鎧を着ていらっしゃるのでてっきり神鹿様かと。ようこそお侍様。神鹿様とは？まさかご存じないのですか？名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきに。ぜひ夕餉を共にされて神鹿様の武勲をお聞きくださいませんか。いやいや、危うき戦であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか。もちろん。あ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神鹿殿とはどのようなお方だ？あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は蒙古に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか？武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。バグはよく見るものだ。これはダバだ。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。神鹿は武士ではない。口を割らせるか。神鹿はどこだ？先ほどお出かけになられましたよ。火急の用があるようで。探すか。話がある。なぜ逃げる？止まれ！よせ！まだ間に合うぞ！殺したくはない。諦めろ。この俺と。ああ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。
待った、死にたくねえ。降参だ、すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ、どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる、頼む、小姓だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け、次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。死で物め、女衆にも知らせねば。酒井様、お戻りで。甚六は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。
逃げられそうか。体は動きますが、猛虎が川の上の辻から見張っとるんです。アザモの方には危うくて行けません。始末しておこう。何者かって噂聞いた？金国と高麗を下した奴ら。違うよ、女の毛だ。